皆さんこんにちは。こんにちは。照英の家ルームツアーへようこそ。ご案内させていただきます。増田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。当チャンネルでは新築のルームツアーや家作りのお話など配信しています。インテリア好きの方やお家作り中の方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。では今日ご案内させていただくお家はこちら、じゃじゃーん。富山市のウエストビレッジ寺町にオープンいたしましたエコの家のモデルハウスとなっております。じゃあ早速外観の方をご紹介していきます。はい。外観は白色のガルバリウム鋼板をメインに、こちらお家から見てこう南側は大きく板張りを採用しています。なのでガルバリウム鋼板と板張りの2種類で構成しています。はい。窓も大きくてかっこいいですね。そうなんです。中から見てもすごくかっこよくなってるのでお楽しみにご覧ください。はい。こちら建物の前の方にはお車の駐車スペースも確保しております。カーポートと予備台分合わせて3台くらいはしっかり取れるような間口の大きさの土地に建っております。はい。ちょっとしたお庭スペースもこちらに設けております。ちょっと今季節的に寂しい感じになってますけど、うん、そうですね、これがもう少し葉っぱとか生えてくるとこの白いのガルバリウムと生えてすごく素敵な仕上がりになっています。そうですね。こっちが人が通る道になるので、はい、ちょっと植物とかあると生えていいですね。はい。じゃあ早速中の方ご案内していきます。はい。では早速玄関の方ご紹介していきます。こちらの玄関はまず左手に大きな窓を設けてますので、うん、日中すごく明るい玄関になってます。で右手の方にはちょっとした日中スペースも設けております。なのでこういう風に花瓶を置いてお花楽しんだりとか小物を置いたりするとすごく可愛らしい玄関に仕上がるかなと思います。はい。照明もついてるんですね。はい、そうなんです。ちょっとついてて可愛いです。はい。では早速リビングの方ご紹介していきます。はい。じゃあこんな感じの LDK 空間です。こちらの建物の概要なんですけれども、延べ床面積は 31.5 坪の総2階のボックス型のお家になっています。でデコの家という商品になっておりまして、このこちらのデコの家は性能にこだわりながらも照英の家注文住宅のデザイン性などを生かしたご提案のできる商品となっております。ではこちらの LDK ですね。 LDK 空間で18畳の大きさとなっておりまして、うん、L 字型の LDK となっています。はい、はい。でこちらのリビング空間だけだと6畳、うんうん、でこちらのダイニングキッチンスペースで12畳になっております。こちらのリビングスペースの特徴はこのテレビ裏の石目調のタイルになってます。こちら間接照明も少し採用していただいてますので、うん、ちょっとこうナチュラルな LDK 空間のアクセントになって、うんうん、すごくおしゃれになってます。でキッチンダイニングの方に進んでいきます。こちらはダイニングテーブルの上が大きな吹き抜けになっています。すごく明るいですね。はい、そうなんです。こちら連装窓になっていまして、うんうん、こういう風にブラインドカーテンを開けていただくと、はい、すごく明るい光が入ってくるようなキッチンになっています。こちらキッチンダイニングは横並びのものでご採用いただいております。はい、はい、横並びなのでかなりお料理作った後の改善がしやすいことがこちらのメリットですね。こちらリビングとキッチンダイニングの配置感もすごく重要になってきます。はいはい、今回のお家はダイニングだったりとかキッチンからはテレビが見えないような配置になっています。なのでこう
お食事をする際はテレビを見ずに家族団らんの時間をゆっくり過ごされたいって方にはすごくおすすめの配置となっております、はい、あえてこの配置にしてあるんですね。はい、そうなんです。このダイニングテーブルの後ろには今ちょっと物置いてありますけど、はい、ワークスペースになっています、うん、なのでお子さんが帰ってきて宿題をしているのをキッチンで夜ご飯を作りながら見守るなんてことをできるような関係性のキッチンダイニングになっています、はい、で横には大きな窓も設けてるので、うんうん、電気とかを使わずに明るいところで勉強できます、はい、でこちら進んでいただくとキッチンとカップボード天井にもありますので、うんうん、収納量抜群ですし奥にもパントリースペースあります。こちら階段の下を有効活用したスペースになっています。うんうん、次に水回りの方をご紹介していきます。はい、はい、でこちらの LDK のもう一つのポイントなんですけれども、はい、こちらのニッチスペースです、うんうん、はい、はい、こちらキッチンの腰壁部分にニッチスペースを作っています。まあ、例えばお子さんの絵本なんかを置いてあげたら可愛いスペースになりますし、ファッション雑誌などを置いていただくとすごくおしゃれな雰囲気になりますので、いろんな使い方をしていただけるかなと思います。はい、結構奥行きも深いので本も綺麗に並べられそうですね。はい、そうなんです。奥行きしっかりとっています。はい、こちら水回りがまとまっております。はい、はい、ですぐ左手にはちょっとしたウォークインクローゼット、お洋服の収納スペースになっています。はい、なので毎日着るようなお洋服とか小物類はこちらに全部まとめてあります。大きな収納は2階にウォークインクローゼットがあります。ここ行くと洗面スペースです。かなり広々と取っているので、うんうん、奥さんのお化粧スペースもゆったり取り立てます。でこちらが手洗いとなっています。シンプルな感じですね。はい、で奥の方進んでいくと脱衣室とランドリールーム、うんうん、そして浴室になってます。はい、で水回りここにギュッと固まってますので家事だったりとかあのお家帰ってからのただいま動線なんかもすごくしやすいような設計になっています。では、お2階の方上がっていきます。はい、はい、じゃあお2階上がってきました。はい、上がってすぐにお手洗いを受けております。はい、でこちらが吹き抜けのスペースになってます。はい、こちら見下ろしていただくと LDK 空間、ダイニングテーブルが見えますので、はい、1階と2階でコミュニケーションを取っていただくことができます。で上がったところもちょっと広めにスペースを取っていますので、そうですね、はい、フリースペースとして使っていただきます。で各お部屋のご紹介なんですが、はい、こちらが子供部屋1部屋目、はい、こちら 4.5 畳の大きさになっています。 4.5 畳というとこちらシングルベッドと机と収納と子供部屋に必要なものすべて揃っても十分な大きさ感となっています。はい、家具が入っているのでサイズ感が分かりやすいですね。で子供部屋が同じ大きさのものがもう一部屋になります。でこちら正面には、はい、こちらファミリークローゼットになっています。大きさとしては3畳になっているんですけれども、奥行きがかなりありますので、うん、収納量すごくたくさんあります。で寝室ですね、こちら手前の扉を開けていただくと、はい、こちら寝室になっています。はい、こちら大きさとしては 5.2 畳大きさとなっています。で勾配天井に少しなっているので、うん、少し一般的なお部屋よりも天井高が高いのでより部屋がゆったりして見えてます。じゃあ今回ご紹介させていただいたお家いかがだったでしょうか。開放的な吹き抜けとシンプルな色使いがとても素敵なお家でした。デザイン性が高いこともさることながら
断熱等級はヒート20の G2 レベルを取得していたりですとか、耐震等級3を取得していたりですとか、そういったところでかなりハイスペックなモデルハウスとなっています。そういった性能面のことはこういうふうに目には見えないんですけれども、安心して暮らしていただくためのすごく重要な部分になってくるかなと思います。ではこちらのお家の詳しい情報などは概要欄のリンクからご確認ください。こちらのモデルハウスにご興味持っていただけましたら、ご予約制にていつでもご見学可能となっておりますので、ぜひぜひご予約お待ちしております。この動画が良かったら高評価、コメントお待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。